ですね、ももちゃんが大ファンの YouTuber 吉田口さんです。やーおーイケメンさん、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 イケメンさん。はい、4番、親友と好きな人が被ったら譲る譲らない譲らない譲る譲らない。田口からもし奪っちゃったら、ここの関係崩れちゃうのが本当に一番嫌。てか、アイドルって確かに友達から奪うゲームみたいな。そう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 、しんど、しんどいよ、辛かった。デートは、デートは室内が好き、屋外が好き。室内、屋外、屋外、室内。どっちのキスが好き。不意打ち、じっと目を見つめられてから。じっと目、どっちも好き。じっと目、じっと目、じっと目、じっと目。いや、覚えや、じっと目、じっと目、and yesterday でしょ、yesterday。 こんな不意打ちビビるやん。いや、不意打ちって漫画の中だけじゃない。だけ、いや、私一回あって、不意打ち漫画やんって、バーッとか来て。誰誰誰、え、医者、医者、アプリで出会った医者。え、てか、多いですね、お医者さん。いや、たまたまなんですよ、ここ最近。でも、お医者さんアプリ多くないですか。多いかも。案外出会えないからね。しかもなんか、お医者さんの数よりアプリやってる医者の数の方が多いって言いますよね。どういう意味。え、あ、2、3人。そう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 、そう。え、でも自分やったら医者じゃないのに医者って書けへん。会った時気まずすぎ、うん、気まず。どんな嘘ね。でもそれがで、まあ、変な人なんやね。いただきます。別に医者ってだけそんなモテへんと思うけどな。医者ってモテへんで、うん、ほんまに。いや、え、どうなん、俺それ女の子の本音聞きたい。いや、私はね、あの美容外科医はすごいモテると思う。なぜかというと、うんうん、普通の、 あの手術とかするお医者さんって夜勤も呼ばれたりして、はいはい、急に呼び出しがあったりするから、うん、結構家庭持つのは難しいと思う。確かにね。でも融通が効くっていうか、普通に、はい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 、夜は空いてるわけ。当直とかもないし、だからすごい一番いいんじゃないかな。大人の意見やな。時間はやっぱり結局結婚とかなったら過ごせた方がね。そう、旅行とか行けないじゃん。そう、いや本当そうだよね。尊敬はできるけどね、なんか尊敬はすごい。自分よりもやっぱ大事にしてるものっていうかね。やっぱさ、ずっと緊迫した面持ちの家でさ、家に帰って急になみたいにできないだろ。おもちゃみたいに癒しだったお医者さんも僕だから、うん、なるよ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 、ね、前は何か一発目から病外科ですか、二人。僕は一発目から、うん、もともと救急やってました。あ、そうなんだ、うん、そこはじゃあ分かれてたんだね、そのと、うん、一個学年違うんですよ、こっちの方が下で、あの留年し、うん、留年しますって、うんうん、じゃあ1年救急して同じ目で美容師したってこと。まあ、1年してないけど、でも救急の方は、僕研修医の救急がバリバリやったんですよ、やりがい。やっぱりもう今にもこの人何かしないといけない人をこう助けるみたいな。え、でも 目の前で多分もう人が死ぬのは何とも思わないですか。いや、思いますよ。もうしんどいっすよ。やっぱり自分の担当患者さん毎朝こう見に行ってる人がある日亡くなるって結構あるんですよね。うん、まあ、それ慣れないとやっていけないんじゃないの。全然毎回泣きますね。それに触れてると、まあ、慣れてるとしてね、し、亡くなることが、うん、ってなると、なんか人と人とのその、まあ、男女の恋愛とかになった時に冷たい心を持ち出してくるんじゃないかなって思ったんですよね。 お医者さんと付き合って、なんかちょっと、ね、でも仕事は仕事、プライベートはプライベートだと思う。みんな分けてる、心のバリア、うん、してる、してる。だって中をさ、8時間とか見ててさ。でも本当にあれはあれ、これはこれ、うん、あ、そうなんだ、かっこいいな、その切り替えは、うんうん、まあ、ただ単に尊敬に値するから、やっぱ、うん、モテると思うんだよね。頭ももちろんいい、うん、自分よりで、人のためみたいな、うん、いや、モテてね、実際仕事モテて、失礼します。全然モテてるよ、マジで。実はリエちゃんに言うと、マジでモテてどんだけも持ってんのさ、嘘でしょ。普通には持ててる。出会いがないっすね。そう、出会いがガチでかも、うんうん、僕らもう今本当にこの2人で週3、4あって、やっぱ仕事で、そのファンの人から DM とか来て、それをちゃんとさ、それは普通に嬉しいっすね。うん、やっぱり出会いじゃない。そこからとはならないですね。ちょっとちゃう？そう、1人に対してそれやっちゃったら、うん、他のファンが多分悲しむし。はい、ファンも聞いてるか、ファンの皆様。ミスタでガチじゃん、嬉しい。なんかももちゃんよかったな。そんなのおらんよな。オフ会はしないんですか。オフ会しました。おー、すごい、楽しかった。楽しかった、楽しかった。嬉しいよね。結構来ました。5、6、
60人。うわすごい。いや持ってる持ってる持ってる。でも結構来てくれて、北海道とか、うん、仙台とか名古屋。でも全然それじゃ若い子じゃないよ。可愛い子たち。でも可愛かった。可愛いし年齢層も結構幅広くて。うん、えそこで目つけて。じゃあそれはやらない。できない。バレないし。俺だけやりますわ。俺だけやりますわ。一人に対してそれやっちゃったら他のファンになるかもしれないし。バレてるで。もうタケチにバレないようにやる。タケチにバレないように。一番バレた時しんどいで。皆さんインスタに DM いただければ。お前の方だけ考えたい。エロい人でしょ。エロい人好きなんですよ。はい、エロい人好き。ちょっと変な写真送られてくるで。確かにそれはそうだ。そんなこと言ったやたつきには。確かに。はい。ダサいけど頭がいい、おしゃれだけどブス、おしゃれだけどブス。早くない？ダサいけど頭、顔がごめん顔だった。ダサいけど顔がいい、おしゃれだけどブス。僕もです。ブスのレベルによるおしゃれだけどブス。ダサいけど可愛い、ダサいけど可愛い。だってどうにでもできるやん。あと可愛い子のダサい服装って逆に良かったりするかも。確かに。なんかそれこそ六本木に歩いてるこのちょっとドレスみたいな女の子よりもちょっと芋っぽい雑巾、うん、なんかいや僕一番好きなのはあのちょっと大きめシャツになんか何も履いてないんかなと思いつつミニショーパン履いてる。おしゃれよ。おおしゃれになる。ダサいってどのレベル？いやもう俺ジーンズ T シャツとかでも可愛い。それはおしゃれじゃなくて。で、あの毛玉めちゃくちゃのなんか、タンがすっごいことになってるけど今全タンがおっさんの全タンがで、ね、俺も、あれ、隣におっさんおったかなと思ってびっくりしました。すみません。どこにそんなタン貯めてたんですか。え吐く洗面台、洗面台に吐く。俺っちの洗面台が洗面台にどうぞ。相手に長生きしてほしい、自分が長生きしたい。相手相手相手早い。みんな愛の人だね。束縛激しい本人主義。本人公認公認家に招きたい。相手家に、相手の家に招かれたい。招かれたい。招きたい。招かれたい。招かれたい。ええー、なんか、なんかできんの？おなんかこうなんかそこにハンガーがありますよ、あの上に。あちらご覧ください。よう見っけたな、今招いて、あそこでコートをかけて、はい、招いてコート。なるほどね。ごめんなさい、二人のやつかけてないわ。あ、二人来る想定で、はい、基本 3P を想定しております。やるな。やばい、こんな笑うとまた単語から。ちょっと笑うと単が制御されるんや。さっきの単すごかったな。ゴロロロロ。男子トイレのおっさんの音でしか聞いたことない音が左からだったから、ま、か俺男子トイレやったかなと思って。あの、これしたら今調子悪いから。ちょっとだけ悪いからもね。そうだね、ごめん、おっさんの関係やって、すいません。あ、もう終わりです。今の終わり方ない。ダストですとかなくてごめんなさい。本当だよ、一個くらいなんかない、最後。最後な。じゃあ最後の質問いきます。あ、ちょっと待って。あ、違うの、もうどっちかじゃなくて、あの個人的にいろいろ話したいトークテーマいいですか。お願いします。じゃあ理想のデートは何ですか。水族館かな。最初水族館行くの絶対楽しいやん。魚が、魚見てたら。お医者さんのしたいデート、確かにお医者さん、だってなんかメスで受けたいとかなっちゃうやろ。魚を魚を受けたいみたいな。え、よしと僕、もう地味にマクドとか行って喋るとかが結構好きかも。なんか何それかわいい。よし、行った。なんかそっちの方がすごい素の向こうを知れるっていうか、向こうも緊張しなくて済むから余計ね。てかもうそれで楽しかったらもうどこ行っても楽しい、ね。私もなんか前の旦那のデートは自転車で代々木公園行って、なんかメルカリであそこに出せるものを探そうっつって行って、人間観察とかして2人で缶チューハイ持ちながらチャリで行ってとか。確かに2人で外で缶チューハイ持てるのはもうそこまで行ったら勝ち。でなんか人間観察して、そういえばさ俺昔さとか。いいですね。それが楽しかった。それが一番楽しいって説明。散歩かも一番。うん、
僕らも、まあ学生の時とかよりは今の方がお金あるし、うんうん、まあ、行こうと思ったらちょっとね、バーとかも行けるんですけど、まあね、一番楽しいのってコンビニで缶チューハイ買いながら公園とかで喋るとかが、銭湯行って、なんか一回改札してみたいなのも、まあね、付き合ってるからちなみになんですけど、うん、あのコンビニ行ってアイス買ったら食べ歩きします。パピコ半分したら、あの家までの間、アイス食べて歩く。あ、でも散歩の時は全然歩くね。違う、あれ、なにごめん、なんか当てる当てる当てる、肉まんは肉まんは、え、あんなのもうだってあそこにコンビニの 前傾にいる、うん、あのフレンチあいつらは食ってください、そうそう、なんとかドッグタッチとかファミチキとか、ね、まあ、おでんはちょっとさすがに無理かな。おでんはどうかな、おでん全然いっちゃう、いける食べられちゃう、いっちゃういっちゃういっちゃう、いっちゃういっちゃう、少ねのあの串で糸コンとかいけるもんね、ワンちゃん。具体的それも箸でよくない、どんどん具体的串をレモン買ったらいとこいけ、なんかそこで生命力あるのみたいな、お前箸なくてもどこでもいい、そこで見せていくタイプ、見せていくタイプ、指でもいけるぜ、あのボールペンとかでもいけるから最悪、指でナイコン食う女見たことないな、まだ好きなのそれで、こうやってこうやってさすがに好きにならない、持つんじゃなくて刺すっち、ちゃんとこうネイルがちょうどよかったっつって、ネイルの形さすがに好きにならへんかも、それはちょっと家庭的から外れちゃう、それはやりすぎちゃう、ちょっとやりすぎちゃう、ガサツにいっちゃうって、おでんでじゃあそれ爪は飲んで、飲んで、タンもダメね、タンもタンもダメ、そういう時は会わない方がいいのかな、デートはちょっと今日はタンの時、調子悪いけど、いやでもタン許せないと、タン飲み込める、え、好きな人ならいけるな、ほんまに、マジほんまに全然いける、いけるよな、いけんの、いける、好きな人の歯ブラシで歯磨ける、全然余裕ない、けるマジで余裕、タンちょっと別もんちゃう、タンはちょっと病原菌、タンは無理、え、私のタン無理、いい、絶対あ、じゃあ私の顔を目の上のまぶたに入れるの、やめてお願い、ちょっと待って、あのタラレバの模試がやばい、寝てる間にその目の中に入れるのはどう、なんかどんどん具体的に説明、どうって何、あと何を目的でそれしてんの、嫌がられたい、ちょっと待って、すぐやってくる、どんぐらい嫌がるかなと思って、いやでも僕結構似てるかも、ね、僕もタグに結構やっちゃう、いやじゃあね、ほんまやばい、ほんまにやだ、あ、てか高校かもしれないですね、高校かもしれないね、確かにそうやろ、じゃあ高校じゃない、足めっちゃ臭い時 あってそれをくっさって言ったら、え、そうかなってずっとここにつけてくる、わかる、枕にやられる、顔じゃもう顔につけたよ、私はそういう時、いやほんま顔レベルよな、顔につけてる顔、あと屁こく時は絶対相方の方にお尻向けてこってます僕絶対、いや私もももちゃんの顔にまたがってくるめっちゃ鼻くそもつけてくるもんな、鼻くそもつけるし、ほんまこうやってつけてくるんですよ、でちゃんとここにつくの、つけるふり、ついてます、黄色いの、全然ついてない、今度やろう、ぜひお試しを、やめて、おしっこ、おしっこ、あとおしっこ、LINE でちょっと送ってきました一覧でももちゃんにやるべきやがらせ、ね、これやってよかった、交換してやりましょう、ちょっとそれをやりまくるって回やろ、YouTube でちょっと待って、笑い方やばいって今の笑い方やばい、おっさんの可能性が出てきた、ちょっとおっさんです、はい、というわけで、はい、そろそろ聞こえてありますね、はい、はい、じゃあ今日はもうちょっと疲れちゃったね、うん、吉田グの二人に来ていただいて、あの美容外科医、イケメン美容グッグーです、ハグチ、あ、マジかほんまにファンはい、ぜひあの後編というか吉田君の方の YouTube に私たちのもう一本の撮りますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。